北沢慎二郎は日本の経済学者、社会運動家、早稲田大学名誉教授、労働問題、社会政策を専門とし、東京経済大学学長なども務めた、東京出身。富士山中を経て、早稲田大学に学び、アメリカ合衆国へ5年間留学して、1911年にインダストリアルレボリューションオブイングランド,ンドジャパンで、 ノースカロライナ大学から MA を、1914年にはジャパニーズファイナンスデューリングルッソ、ジャパニーズウォーデ、ジョンズホップキンス大学から PhD を取得した。1915年に小学部講師として教職につき、1916年には教授となって工業経済、社会政策といった科目を担当しながら、実質的に労働問題についての研究教育を行うとともに、 1919年には、早稲田大学の学生を中心とした学生運動団体であった建設者同盟の顧問となった。1930年には産業組織論を主論文として、早稲田大学から小学博士を取得した。1938年から1945年には小学部長を務めた。戦後は、1947年に、 中央労働委員会委員となり、その会長代理も務め、1949年10月5日には、日本学士委員会委員に選定された。1951年には、厚生取引委員会委員や郵政審議会、会長も務めた。また、1957年から1967年にかけて、東京経済大学学長を務めた。 北沢は1980年1月3日に東京で死去し、国別式は17日に、早稲田大学大熊高堂で執り行われた。北沢の名を残す、新次郎地。2020年撮影。2003年に、東京の名有水57線の一つに選ばれた、東京経済大学国分寺校地内にある、新次郎地は、北沢の名にちなんで命名されたものとされる。 abcde デジタル版日本人明大辞典プラス北沢慎二郎から言葉んかハット abc 長山 p912 長山 p910 abc 北沢慎二郎氏死去読売新聞有刊、p7 読み出す歴史館にて閲覧物個会員一覧家業日本学士院、二2014年1月6日閲覧北沢慎二郎氏の告別式 読売新聞、長官、P23、読み出す歴史館にて閲覧、新次郎池、都名悠水、国分寺市、2014年1月6日閲覧、大西文明、狸も行こう新次郎池東京経済大、朝日新聞、長官、P21 キキクラツービジュアルにて閲覧、朝日新聞デジタル。ありがとうございます。